勝利に行きます。もうダイソーといえばこの人、本田、同点のランナー、阿部の一振り、阿部はここで退きます。二塁には同点のランナー、ダイソー本田、一塁にも俊足糸井、バッターは坂本。このピッチャーってストレートになって自信があるんで、はい、ストレートに自信がありそうで、阿部君ね、4番に変えてストレートでどんどん押してましたから、まあ、そこそこ自信持ってる、まあ、逆に言うとね、変化球そんなに自信がないかもしれないんで、はい、まあ、坂本はね、基本的にはストレートを待ちでいいと思いますよ。はい、ライトに上がりました。ぐーっと右に切れていきます。今のは古田さん捉えなかった。そうですね、はい、まあ、初球がね、ちょっと角度が小さなスライダーだったので、はい、まあ、2球がストレート。さあ、とにかくもう1点です。そうです、そうです。ここはね、右に打つとかそんなこと一切考える必要のない局面なんでね、坂本の自分のバッティング、自分で返すんです。坂本は返すんです。本田帰れば同点、糸井帰れば逆転。足が速いんでね、外しっかり見ていきます、見ていきます。いいですよ、いいですよ。田中は次も行くか。次ね、3番4番なんでね、はい、ここは行かなきゃいけないですよ、田中ね。さあ、そのためのところでね、逆転しましょう。ねえ、もうちょっと出てもいいですね。ショートそんなに警戒してないですからね。ツーボールワンストライク。ショートはここで入ってくるが、いいですよ。よく見てます、よく見てます。追いかけません、日本、坂本。相手の方が苦しいんでね、慌てない。ナイスアイです。これは古田さん、非常にチャンスのカウントだと思うんですが。そうですね、だからこのところね、はい、当てに行くとね、あのちょっとしたカットボールとかに、ね、引っ掛けちゃう可能性があるので、ね、はい、まあ、ここはもう甘いところ、もう極端なことでホームランを積むような感じでね、長打を打てるところもあっていい局面です、はい、まあ、際どかったらやめる、はい、まあ、空振りしてもいいんですけど、甘いところね、右打ちなんて考えなくていいです。ランナーは坂本。もっと出ていいですね、ソロンさんね。二遊間だいぶ上手の入りですね。まだいいですね、まだいいですね。おっと、いけいけ、
くついています。坂本は三塁へ。逆転、勝ち越したランナー、坂本は三塁に行きました。曲げる球が苦手なんですね、このピッチャーね。そうですか、もう間違いなく、ここでね、はい、ワンバウンド投げられたらキャッチャー出しにくいですからね。次また同じようなボールが出しづらいと、そういうことはまっすぐを狙っていけばいい。いいですね、はい、もう次の球も勝負です。中田さんも一球で仕留めなきゃいけない。キャッチャーの高志向がマウンドに行きます。ファースト法整備もマウンド、そして監督出ましたね。この2ボール1ストライクで変えますかね。今球審に選手の交代を告げています。スカパーエバーライ